訪日外国人が驚愕した実は日本だけのケーキがあるのをご存知ですか？実は日本人が慣れ親しんでる人気のケーキの中には、日本オリジナルのケーキがたくさんあるんだぜ。ええ？そうなの？洋菓子って分類なのに？うん。ケーキ自体は洋菓子だけど、日本独自にアレンジされたものや日本生まれのケーキが結構たくさんあるんだぜ。というわけで今回は、訪日外国人が驚愕した実は日本だけのケーキ、を7つ紹介するぜ。視聴者の皆さんも、海外の人たちが驚愕した日本だけのケーキを予想して、コメント欄で盛り上がってくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは、ミルクレープ、だぜ。え？あの何層にも重なったクレープ生地と、クリームの相性が最高なケーキが日本発祥なの？そうだぜ。ミルクレープが誕生した店は西麻布のルエル、ブ・ブリエールか、南麻布のカフェペーパームーンだと言われているんだ。兵発祥の店と主張している店が2店舗あるのね。うん。だけどミルクレープのブレイクのきっかけを作ったある企業が、ミルクレープの販売許可を取ったのはルエル、ブ・ブリエールらしいぜ。え？つまりその企業がミルクレープを売り出すまでは、ミルクレープの売れ行きはあんまり良くなかったってこと？うん。発売当初はそこまで人気の商品ではなかったみたいだぜ。だけどミルクレープの美味しさと目新しさに惹かれたある企業が販売を開始したことで大ヒットしたんだ。私も知ってるような企業かしら。もちろん。どこどこ？ドトールコーヒーだぜ。ああ、確かにドトールコーヒーってミルクレープのイメージがあるわ。そうだろ？ドトールコーヒーがミルクレープの魅力に気づき、販売許可を得て販売しなければ、全国的に名の知れたスイーツにはならなかったかもしれないんだ。へえ、そうなのね。ちなみに名前の由来はフランス語からで、ミルクレープという単語には、千枚のクレープ、という意味があるんだ。え？ミルクとクレープの造語じゃないの？うん。ミルがフランス語で千枚のという意味なんだぜ。へえ、知らなかったわ。でも千枚って、笑い、実際にはそんなに重ねてないわよね？まあな。実際に使われるクレープは20枚前後らしいぜ。だいぶ持ってるわね。あはは。だけどクレープを20枚焼くのって手作業だとかなり大変だから、手作りしたら1000枚くらいの労力なのかもしれないぜ。うーむ。なるほどね。確かに大変そうだわ。そうだろ？よしじゃあここからは、ミルクレープに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。今まで食べたケーキでミルクレープが一番美味しかった。3色ミルクレープでも構わないよ。いや、それは無理だろ。ミルクレープを食べたことあるよ。すごくクリーミーで柔らかくて、とにかく信じられないくらい美味しかった。経験から言ってミルクレープは失神する価値のあるものだよ。笑い。抹茶のミルクレープは最高に美味しかった。ミルクレープはクレープ発祥のフランスでは見たことないけど、とっても美味しいケーキだったわ。かなり高評価なのね。二つ目に紹介するのは、パンケーキ、だぜ。いやいや、パンケーキはハワイとかじゃないの？有名でしょ？確かにハワイアンパンケーキって流行ったもんな。だけどパンケーキの発祥は古代ギリシャで、初めて文献に登場したのは16世紀なんだぜ。へえ、ずいぶん昔からあったのね。でもやっぱり日本が発祥の地でないことは間違いないじゃない。そうだな。だけどパンケーキはそれぞれの国で違う特徴や名称を持っていて、国によって個性の現れる面白いケーキなんだ。例えば、北欧のパンケーキは、ベーキングパウダーを入れずにクレープのように薄く焼くのが主流なんだ。それとは別にフィンランドでは、パンヌカック、と呼ばれる、もっちりとした食感が特徴のオーブンで焼く四角いパンケーキもあるんだ。へぇ、形状や使う材料、薄さなどが国によって全然違うのね。うん。ちなみに、パンヌカック、をスウェーデンでは、パンカーカ、と呼ぶみたいだぜ。同じ北欧で同じ料理でも名前が変わるわけね。そうそう。他にも、薄焼きクレープ状で具材を巻くスタイルのパンケーキがあったり、インドでお祝いの時に焼く、セモリナコというものを使ったパンケーキもあるんだ。これには卵は入っておらず、レーズン、フェンネル、カルダモンなどが入っているんだ。本当にいろんなパンケーキがあるのね。うん。それは日本も例外ではなくて、特にスフレパンケーキは日本にしかないとして人気を博しているんだ。なるほどね。確かに海外のパンケーキは効いてる感じだと、しっかり目の生地が多い感じだもんね。そうそう。もちろん日本にもしっかり目の生地のパンケーキもあるし、それはそれで美味しいんだけど、海外の人たちが驚愕している日本のパンケーキは、ふわふわ感が特徴のスフレパンケーキなんだ。そうなのね。よし。じゃあここからは、日本のパンケーキに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。日本旅行での思い出の一つがティラミスパンケーキを食べたこと。分厚くて上にバニラアイスが乗ってたよ。日本のパンケーキはアートなのか、食べ物なのかわからないくらい美しいよね。日本のスフレパンケーキは、今まで食べたパンケーキで一番美味しかった。ふわふわ食感は世界中で人気のようね。日本のパンケーキはふわふわでめっちゃ軽い。
レベチでうまい。今まで食べなかったことを後悔するレベル。日本のパンケーキは、シロップをたくさんかけなくても、ケーキのように甘くてしっとりしてるよね。日本のパンケーキはマットレス並みに分厚いよね。どうして日本人は太らないんだ？日本のスフレパンケーキはふわふわだったわ。あんなに美味しいのは食べ慣れてなかったから無言で食べちゃった。とにかく美味しいって声が多くてなんだか嬉しいわね。三つ目に紹介するのは、ショートケーキ、だぜ。ショートケーキは私が一番好きなケーキよ。ショートケーキはケーキの代表格みたいな存在なんだから、さすがに日本発祥ではないでしょ？いやいやこれが意外にも日本生まれなんだぜ。嘘でしょ？意外だけど本当だぜ。混乱してきたわ。どう見ても洋菓子なのに。まあ正確には、日本人の口に合うようにアレンジされたケーキで、元となったのはアメリカのショートケーキなんだけどな。なんだ。やっぱり海外にもショートケーキがあるんじゃない？うん。だけど海外のショートケーキは、スコーンのようにサクサクしたビスケット生地と生クリーム、イチゴを重ねたケーキのことで、ふわふわのスポンジを使用した日本のショートケーキとは、別物と言えるほどの違いがあるんだ。つまり日本風にかなりアレンジされてるってことね。そうそう。ショートケーキのルーツはイギリスの、ショートブレッドという伝統的な焼き菓子だと言われているんだけど、これにたっぷりの生クリームとイチゴを乗せ、それを何層にも重ねたお菓子がアメリカで大流行したんだ。それがショートケーキ？うん。つまり、イギリス生まれのものをアメリカがアレンジして、それをさらに日本人がアレンジしたってこと？正解。なるほどねー。それで、一体誰が日本風ショートケーキを誕生させたの？それがはっきりとはわかっていないんだ。こんなに大人気ケーキの生みの親が誰かわかってないの？うん。だけどこの人が有力なんじゃないか。と言われている人はいるぜ。そうなのね。誰なの？富士屋、創業者の藤井林右衛門氏だぜ。おお。確かに富士屋は昔からあるケーキ屋さんだし、可能性はあるわね。うん。藤井氏は1912年にアメリカの洋菓子市場で、ショートケーキに出会い、それを日本人の口に合うようアレンジし、1922年に発売したと言われているんだ。そうなのね。パンケーキもそうだけど日本人って、ふわふわした食感のものが好きなのね。確かにそうだな。じゃあここからは、ショートケーキに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。日本のショートケーキは見た目が綺麗すぎて、人間がここまで作れるなんて、と驚いたよ。日本のショートケーキのレシピでケーキを作ったら、家族が狂ったように食べてたよ。いや、どんだけうまかったんだよ。日本のショートケーキはふわっと柔らかいんだ。誰にでも愛される、誰もが受け入れられるお手本のようなケーキだと思うね。ショートケーキは大好き。甘すぎず本当にフレッシュなの。虜になったわ。日本のショートケーキはフランスでは食べたことがないケーキだったよ。あんな生地のケーキは初めて食べたね。とにかくマジでうまかったよ。日本のショートケーキは本当に美味しくて、雲みたいに柔らかかったよ。他の国の人たちもふわふわした食感を好む人が多いみたいね。四つ目に紹介するのは、ショートケーキ缶、だぜ。あーあれね。登場したのって割と最近よね。うん。リゾット専門店を皮切りに、夜パフェ専門店や居酒屋などを全国に幅広く展開しているガクが、2021年6月のパティスリー開店に伴って発売したケーキだぜ。やっぱり最近よね。でもあれって正直倍だけじゃないの？私は倍だけの商品ってあんまり好きじゃないわ。確かにヒットしたのは SNS 倍によるところが大きいけど、味もかなり本格的なんだぜ。そうなの？うん。北海道産の新鮮な生クリームのほか、アーモンドフロランタン、スポンジ、イチゴのスライスと、イチゴのコンフィチュールなどで構成されていて、甘さと口溶けのバランスが絶妙なんだぜ。ふーん、そうなのね。私は初めて食べた時うますぎて3缶食べたぜ。いや、食いすぎだろ。しかもこのケーキ、映えるだけじゃなくて、ケーキのマイナス要素を排除した画期的なケーキなんだぜ。ケーキのマイナス要素？そんなのある？うん。そもそもの商品開発の発端はそこだしな。培養と思って作ったわけじゃなかったの？うん。へえ。それで？ケーキのマイナス要素って何なの？崩れやすく持ち運びがしにくい点と、ケーキ店の閉店時間の早さゆえに食品ロスが出やすい点だぜ。なるほど。確かにケーキ缶なら走って持って行っても大丈夫そうだし、ケーキ缶は自販機販売だから、店頭より長く販売できるもんね。そういうこと。そう言われたら、手土産とかに最適な気がしてきたし、食べたくなってきたわ。そうだろ？じゃあここからは、ショートケーキ缶に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。オーマイガー。日本人はケーキまで缶詰にしてしまうのね。日本の自動販売機の多様性は本当に同化しているレベルだ。ショートケーキ缶って、よく見たら缶が透明になってるのね。驚いたわ。
海外の人たちが感動する自販機文化で、ケーキまで販売し始めたから驚きが隠せないみたいね。ケーキ缶がアメリカで販売されるようになったら、6缶セット&12缶セットで販売されるだろうね。自分が日本にいた時は、自動販売機でホットのコーヒーが買えることにすら驚いたのに、ケーキ缶だって？日本のケーキ缶。一口でいい、一口でいいんだ。飲みたい。日本の缶ケーキは、スウェーデンで売ってるケーキよりもはるかに美味しそうだった。飲みたいって、5つ目に紹介するのは、シフォンケーキ、だぜ。まさかシフォンケーキまで日本発祥なの？まあでもショートケーキがそうなんだから、もう驚かないわよ。せっかく心の準備をしてくれたところ悪いんだけど、シフォンケーキはアメリカ発祥だぜ。そうなの？1930年代に、アメリカのカリフォルニア州のベーカリーから誕生したケーキなんだ。へぇ、そうだったのね。アメリカなのね。アメリカのケーキってもっと甘くて、コーティングたっぷりみたいなイメージだったから、あんな素朴なケーキがアメリカ発祥なのは意外かも。確かにそうだな。ちなみに日本にはいつからあるの？1960年代くらいに紹介され広まったとされているぜ。そうなのね。シフォンケーキの生みの親であるハリー・ベーカー氏が1950年に、レシピをゼネラル・ミルズ社に売却したことをきっかけに、シフォンケーキが世界中に普及するようになったんだ。へぇ、ハリー・ベーカー氏が広めたわけじゃなかったのね。だけど、日本発祥じゃないってことは、他に特徴があるから驚かれてるってことよね。もしかして日本のシフォンケーキは原型とはかなり違うの？いや、そういうわけじゃないんだけど、日本ほどシフォンケーキを、メジャーなケーキとして置いている国はあんまりないらしいんだ。そうなの？日本のカフェには結構シフォンケーキってあるわよね。でも、発祥のアメリカではさすがに定番ケーキでしょ？いや、現在のアメリカでは、シフォンケーキはほとんど売られていないらしいんだ。そうなの？アメリカではお母さんが家で作るホームメイドなスイーツとして根付いていて、お店のメニューや店頭に並ぶケーキではないみたいなんだ。なるほどねー。知らなかったわ。ちなみに洋菓子の本場と言われるフランスでも、シフォンケーキはメジャーなケーキではないみたいで、シフォンケーキと聞いてもピンとくる人はあまりいないみたいだぜ。そうなのね。抹茶やごまなどの和風テイストのバリエーションが登場し、様々な味わいが楽しまれているのも日本だからこそだぜ。なるほどねー。6つ目に紹介するのは、ロールケーキ、だぜ。ロールケーキねー。大人も子供もお年寄りもみんな大好きなケーキよねー。だけどそんなロールケーキも、日本にしかないケーキなんだぜ。へぇ、ロールケーキまで日本発祥なのね。いや日本発祥ではないんだけど、日本風にアレンジされているんだ。そっちかー。ロールケーキの元となったのは、1880年から90年頃、ヨーロッパの料理本で紹介されたスイスロール、だという説があるんだけど、それがアメリカに渡り、ジェリーロールという名で紹介されヒットしたらしいんだ。なるほど。ちなみにロールケーキという名称は日本での呼び方だから、海外でロールケーキと言っても伝わらないぜ。そうなのね。でも英語圏なら伝わりそうだけど？いや、ロールは動詞だと巻く、名詞だと巻いたもの、巻き、だから、ロールケーキで巻かれたケーキという意味にはならないんだ。ああ、なるほどね。つまりロールドケーキじゃないと伝わらないってことね。そうそう。それか名詞としてスイスロールやケーキロールという表現が正しいんだ。ほうほう。まあでも伝わったとしても、私たち日本人が想像するふわふわで、生クリームやフルーツの入ったロールケーキにお目にかかれることはないと思うけどな。そうなの？海外でもロールケーキのようにロールした形のケーキはあるんだが、ふわふわ感が全然違ったり、フルーツやクリームではなく、ジャムを塗って巻いたものだったりするんだ。へぇ、そうなのね。じゃあここからは、ロールケーキに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。コンビニのスプーンで食べるロールケーキが最高に美味しい。来日する友達に必ず勧めています。イギリスでもロールケーキに似たケーキは食べたことあるけど、生地は硬いし、クリームもまあまあだから好きじゃないんだ。なのに日本のロールケーキはふわふわで、クリームが全然違う。日本のロールケーキ最高。ロールケーキ嫌いの人が好きになるほど違うのね。フランスにもロールケーキはあるけど、日本のロールケーキとは食感が全然違うの。口の中でとろける感覚がとっても良かったわ。アメリカのロールケーキのクリームは人工的な味がするのよ。でも日本のロールケーキはとってもフレッシュで、食感もすごくいい。とにかく日本のロールケーキは柔らかくて、しっとりしてて味わい深かったわ。日本の緑茶との相性も良かったわ。とにかくふわふわなのが日本のロールケーキの特徴みたいね。最後7つ目に紹介するのは、モンブラン、だぜ。確かに栗ってはないイメージがあるし、日本生まれの和菓子の進化系スイーツなのかしら？いや、モンブランの発祥の地は日本ではなく、フランスかイタリアだと言われているぜ。
発祥の国と言われている国が2カ国あるのね。うん。モンブラン、とはフランス語で白い山、という意味で、この名称は、ヨーロッパのアルプス山脈にあるモンブラン、という山に由来すると考えられているんだ。ほうほう。その由来となったモンブランという山は、フランスとイタリアの国境に位置する標高約4810メートルの山で、山頂はほぼ1年中雪で覆われているんだ。なるほど。両方の国から見える白い雪が積もった山なわけね。そうそう。だからそれぞれの地域の人々が、地元にある白い山、モンブラン、をイメージして作ったと考えられているんだ。だから基本的な材料は似ているものの、フランスとイタリアではモンブランの形状は異なるんだ。え？そうなの？同じ山を見て作ったお菓子なのに？うん。それにはそれぞれの国で、モンブランの見え方が異なっていることが関係しているんだ。ほうほう。まず、フランス側から見たモンブラン。で、これがイタリア側から見たモンブランだぜ。おお。イタリア側から見たモンブランの方がギザギザとんがってるわね。そうそう。だからフランスのモンブランは少々丸みを帯びているけど、イタリアのモンブランは高さのある二等辺三角形なんだぜ。へえ。そうなのね。それにどちらも雪を表現した白を取り入れていて、フランスは細い麺状に絞り出した栗のペーストの上に、粉砂糖が振りかけられているし、イタリアは険しい雪山に見立てた白い生クリームが、尖った形で積み上げられているんだ。なるほどねー。日本のモンブランは茶色か黄色だから、そこが発祥国とは違うとこなのね。その通り。特に黄色のモンブランは日本発祥で、日本ならではなんだ。あ、そうなのね。うん。この黄色いモンブランを誕生させたのは、日本で初めてモンブランを販売したことで有名な、東京自由が丘にある、モンブラン、という洋菓子店なんだ。店名までモンブラン。そうなんだよ。この洋菓子店の創業者である迫田千万氏が、フランス旅行の際に出会ったマロンケーキと、白くて美しい山モンブランに魅了されて、自分のお店の名前をモンブランにし、日本でもモンブランを販売し始めたんだ。じゃあ日本のモンブランは、フランスのモンブランを元にしているわけね。そういうことだな。ちなみに当時フランスで販売されていたモンブランは、メレンゲとマロンクリームを盛り合わせたもので、コース料理の口直し用にひんやりさせたデザートという立ち位置だったんだけど、迫田氏はそれを日本流のケーキとしてアレンジしたんだ。それが黄色いモンブランってこと？そう。日本で馴染み深い甘露煮を使用し、ふわふわのスポンジに乗せることで日本人好みのモンブランに仕上げたんだ。ほうほう。黄色いのは甘露煮を使っていたからなのね。その通り。よしじゃあ最後は、日本のモンブランに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。私の国ではモンブランって見たことないや。日本の漫画に出てきて初めて知った。銀座三越のモンブランは最高にうまかった。お持ち帰り用にドライアイスまでつけてくれてさ。わざわざどれくらい持ち歩きますかって聞いてくれたよ。日本のモンブランというケーキは、唯一無二の特別なケーキだよ。とっても美味しかった。モンブランの存在を知らないって人も多いのね。日本のモンブランが恋しい。アメリカでは自生している栗の木が、疫病で徐々に枯れているので風味がない。留学中に日本の栗の味が大好きになった。僕はフランス人なんだけど、モンブランってあんまり好きじゃないんだ。でも日本のモンブランは栗の味がしっかりして、甘さ控えめのマロンクリームが美味しかったよ。確かに美味しいモンブランは、甘さ控えめで栗の味がしっかりするわよね。うんうん。さて今回は、訪日外国人が驚愕した実は日本だけのケーキ、を7つ紹介したぜ。私が一番好きなショートケーキが日本生まれだったことが、一番驚いたわ。確かに日本じゃ、洋菓子の代表格みたいになってるもんな。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。